ちょっと俺としてもやっぱ見たい試合かな。上からいかれ、あっとこれはガードになってしまう。ペリーもミスる。下ブローからジェッパスタンを取りに行く。ゲージは大事なところまで取っといて、まずはスタンチから。さあこれうまく逃げる。さあ裏に回ったところ、さあダメージは安く済んだ。裏表ちょっと分かりにくかった。さあブロッキングが怖いぞ。ワンブロからどんな状態からもひっくり返される。さあコンボが切れる。前方からこれはギリ体力を取る。しかもゲージも約半分取ってあるぞ。これはかなりペリーとしてはいい状態。ああコンボ当たる。これは美味しい。ジャクジャクジャク入る。ほかして裏表分からず大パンループ減る。さあペリーはゲージが溜まれば、あーしっかり垂直ジャンプ大キック迎撃。